こんばんは。じゃあ J 最中フットボールパークに今日も来てます。トクトクチャンネルの徳永です。よろしくお願いします。今日はあの素材地の体験ということで大物陸上選手がたくさん来て、あとは一般人の人もね、初めて素材地を体験する人も来てるんで、ぜひ今日一日楽しんでいきますよ。よろしくお願いします。レッツゴはい、じゃあ撮りまーす。はい、チーズ。いや、ダメです。編集しても入らないですよね。そう、あの、水に入ったよね。すいません。今チームが固まってるんで、すみません、ここにしましょうか。出演多いですね。トクトクチャンネルの出演多いです。あの、今日。解説、あの、作り上げるのが。素材地経験してみて、どうですか今。やってる。いやー、でも、まあ、フットサルよりまあ、でかいじゃないですか。はい。だからまあ一応走れる距離もあるんですけど、はい、あのサーフェイスの滑りに僕は足を取られてるんですよ、はい、あ、なるほど。あの、そうですね、結構多分それなりに出そうと思ったら止まるのに止まれないんで、そうですね、だから出すのが怖いのと止まるのがこう、こう行くのが怖いんで、はい、恐る恐るしか止まれないんで、でも早いですけどね。それでも早いですけどね。そこがちょっと怖いですね。だからちょっと怪我のリスクと、そうですね、あれが怪我はしないようにちょっとその辺気をつけながらですけど、はい、でもまあ久々にサッカー的な感じで、サッカーでやりましたけど、まあ面白いですね。ありがとうございます。久々にやりました。小学校とちょっとだけ走ってたんですけど、ちょっとだけやってた時期があったんで、はい、久々にやりましたけど、ボールタッチが柔らかいですね。いやー、なんか別にその上手くなかったんで、あの本当に蹴れる、ちょっと触れるぐらい、全然十分だったな。とりあえずダッシュかまして、はい、どっかでダッシュかまして、はい、思いっきりなんか一発力でしかましたいですね、はい、後半めっちゃ、はい、少ないこっちが少なくなるんで、少ないんで、ちょっと4人になるんでスペースね、はい、使ってね、スペース使って、はい、バシバシ行きたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。スプリントで絶対負けるよ。圧倒するよ。絶対負けるよ。行くぞ。よし、じゃあ行こう。うまい。誰が入ってくるの？おー！行くぜ！Thank you.